さんからこんな噂が。ラジオであのグレートをグリートって答えてて、ちょっとおバカなのかなっていう印象はあります。ちょっとおバカ、英語苦手なんだと思って。おバカ。すごくマジな感じで、多分バカだと思います。本当にファンなんでしょうかね。ファンだと思いますよ、きっと。で、ちょっとね、英単語クイズっていうのをちょっとこの番組で用意させていただきましたんで。あ、そうですか。はい。書いてもらおうか。はい、この番組あの、木曜日に、はい、あの、オンエアされてますんで、はい、で、木曜日を英語で、単語書いてみてもらっていいですか。はい。木曜日わかる？はい。木曜日わかりますよ。チューズデイですよね。え、違いますよ。え、木曜日はチューズデイではありません。ありません。あ、そこから？そこから？ちなみに正解はサーズデイ。こんなイージーな問題、まさか間違いないですよね。はい、書いた答えをじゃあ男らしいいい声で発表してください。そうですね。はいはい、はい、自信満々でお願いします。サーズデイ。これもう突っ込んでいいですか。うん、メイン。やべえ、本当だ。ちょっとあの一回あの汗を拭きにトイレに行ってもいいですか。ちょっとイベントで下野さんにだけ抜き打ちテストってのもいいかもしれませんね。